第90回歴史講座、続きまして戦国大名による領国試合です。自らの地位を実力で手に入れた戦国大名は武力によって領地や領民を強力に支配していきました。彼らは服属させた黒人や地侍らを新たに家臣に組み入れました。黒人や地侍らの収入の基準には、領地に高地に課せられた税を銭に換算した勘高が用いられ、彼らの地位や収入を保障する代わりに勘高に見合った一定の軍役を負担させました。これを勘高制といい、戦国大名の軍事制度の基礎を固める効果をもたらしました。戦国大名は強力な軍を編成するため、有力な家臣を頼親とし、そのもとに一般の武士を頼子として配属させました。いわゆる頼親頼子制です。この頼親頼子制によって戦国大名は鉄砲や長槍などの新兵器を使った集団戦も可能となったんですね。戦国大名の中には家臣団を統制したり、あるいは領国を安定して支配するために基本法となる軍国法、別名家法を制定する者も現れました。軍国法はそれまでの幕府や守護によって定められた法を継承したほか、家の監視法を成文化したものが多く、また首都を行っていた当事者の双方を処罰して全ての紛争を大名による裁定に委ねるという喧嘩要請売法によって家臣団の統制の強化を目指しました。有名な軍国法には朝倉氏の朝倉利景十七箇条や武田氏の甲州法度の次第、今川氏の今川金目、伊達氏の人海衆などがあります。また戦国大名は新たに獲得した領地に対して検地を行いましたが、この検地は家臣である領主などに高地の面積や収入額などを自己申告させるものでした。いわゆる差出検地のことです。検地によって農民の耕作面積や年貢量などが検地帳に登録されたことで、戦国大名が農民の耕作権を保障する代わりに農民に対する直接支配を強化しましたが、これによって荘園制度の根幹であった領田の解体が進みました。なお、この時に行われた豊臣秀吉の対抗検地によって荘園制度は完全に崩壊します。各地の戦国大名は富国強兵を行って領国支配を強化しました。例えば武器などの大量の物資の生産や調達が必要な場合には、有力な商工業者を取り立てて家臣団とともに領国内の城下に集めました。城下はやがて人や物資が集まる中心地となり、大名の居城を中心に城下町が形成されました。この当時の有名な城下町としては北条氏の小田原、今川氏の府中、上杉氏の春日山、朝倉氏の一条谷などがあります。なお、今川氏の府中は領国である駿河の府中として駿府と呼ばれました。現在の静岡ですね。でこの他にも戦国大名は鉱山の開発や治水事業などを積極的に行うとともに、領国内の関所の廃止や組合である座を廃止して商品の流通を促進し、領国内の宿営や天満などの交通制度を整えて城下町を中心とする経済圏を自己の領国内に作り上げました。もっとも当時の戦国大名の兵力の大半は農民兵であり、平時は農作業を行うことから地方への長期間の滞在が事実上不可能であったため、各大名は天下統一よりも周辺諸国への領地拡大を目指していたということになります。